ラストリゾートアイランド。そこは欲望という名のエンターテインメントが支配する町。この島に住む人々にとって最大の娯楽は暴力だ。腕っぷしの強さを持つ者こそが財を築き、人々からの尊敬を集め、最高の女を手に入れる。そんな力こそ全ての島に二人の男がやってきた。よし、この素材で強化合成一気に10倍と。ランマ、それまだやってんのかよ。ずっとポチポチしてっけど、楽しいのか？まあ、わかんねえけど、やめらんね。せっかく強え奴がゴロゴロいる街に来たんだぜ。ここらで俺らの強さ、てっぺんまで響かせるしかねえだろ。悪い、俺そういうのいいから。杖とかめんどいし。杖とモテるぜ。マジ？マジもマジ。ここじゃ喧嘩が強え奴がやべえぐらいモテんだよ。んだおめえら、見ねえ顔だな。うん？やんのか？兄貴、慌てんなって。今日のところは俺にやらせてくれよ。ちょうどいいのが来たぜ。こいつらぶっ飛ばしてマジで女にモテるか試してみっか。へっ、やっとやる気になったか。おいお前ら。ああ？言っとくが俺は強えぞ。そんで俺もめちゃくちゃ強え。俺はかかってこいや。かっこいいとこ見せるか。
から言ったじゃねえか、この町は強いやつがモテんだよ。マジ天国だなここは。あの子やばい。でもマジかよ、超好みなんだけど。あの子も俺が強くなれば。ランマどうした。ミチル決めたぞ。決めたって何を。てっぺんだ、俺はこの町でてっぺん取ってやる。次行こうぜ次。出番かな。俺の出番だ。我の出番。さっさと始めようぜ。我がよし森、我が肉体にひれ伏す。我を超えし者は相手になるぜ。日記みたいなもんだな。あの時の喧嘩を思い出せ。戦いの記録か、我が時の声。戦いの記録、我が時の声も聞けるぞ。日記も昨日喧嘩の記録だな。日記みたいなもんだな。ラストリゾートアイ、いろいろカスタマイズできるぜ。セッティング画面だな。
最適なものにしてくれ。モテ準備、モテ準備。何着ていこうかな。おしゃれしないとな。命かけるに衣装はいらぬ。また来てね。どんどん進もうぜ。やってやるぜ。よー、ルナ、久しぶりだってのによくわかったな、俺たちのことは。だって二人とも全然変わってないんだもん。ルナも全然変わってねえな。もうちょい成長してるかと思ったけどよ。何それ、ちゃんと成長してますから。見えないとこが、制服の下とか特に。まあ、なんでもいいや。とりあえずしばらく世話になるからよろしく。じゃ、行くか。あれ、どこか行くの？お腹空いてると思ってご飯用意してたのに。悪いな、今は飯よりモテなんだ。ルナ、この辺で面倒起こしてるやつっていねえか。俺たちがぶっ飛ばしてきてやるよ。面倒って言っても。ああ、そうそう、最近柄の悪い人たちが裏道でたむろしてて困ってるの。わかった、じゃあちょっくらモテてくるぜ。モテてくるって何なの？さあ、モテてやるぜ。詰まってんな。いけいけ、盛り上がってきたら。抜け寝ないな。あー、もうダメ。
同情。ベイビーたち、二人とも本当にあの人たちをやっつけちゃったんだ。楽勝。んでもって俺モテモテ。いやダメだろ、あんな弱えやつらをいくらぶっ飛ばしても。言われてみればそうだな、この辺で一番のモテ男になった気はしねえ。っていうかよ、ルナは俺のこと好きになったか。そんなこと私は二人のことなんて絶対好きにならないから。だよな、やっぱ雑魚を倒してもモテ男にはなんねえってことか。てかルナにモテても仕方ねえだろ、こいつ妹みたいなもんだし。だな、腹減ったから飯でも食うべ。ルナ飯よろしく。二人ともご飯抜き。映画どうしてだよ。どうしてもよ、二人とも知らないんだから。大したことねえな。